おはようございます、一ノ瀬はじめです。おはようございます。今日もレッドの小物で撮影しております。で、まあ今日もね、これから朝ごはんを作っていくわけですが、子供たちのリクエストでこのポークビッツを炒めて、僕はこのね、ちょっと昨日花危ないな、包丁をこっちに向けるな僕はね、昨日ちょっと食べ過ぎたので、このゴロッとマカロニサラダと、あと何にしようか考え中なんですが、タケはポークビッツをパンタ食べる。パンタ食べる？タケは何食べる？何食べる？もうちょっと考えていきましょう。はい、まずはここ電源入れて、何すんの？でメニューボタンを押して加熱スタート。あ、かけ、ハサミがない、ハサミが、ハサミがない、ハサミなくても開けられる、開けられる、うん、ポークビッツ、うん、どっから、うん、あ、ここからどうしよう、ここから開くみたい、新配だね。あ、本当に切れた。じゃあ、子供たちの分これで完璧、焼いていきます。はい、それではね、このジョアと、映ってるかな、ジョア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 、これね、1日分のマルチビタミンとゴロッとカニカマサラダいただきたいと思います。子供たちはウインナーとご飯、もしくはウインナーとパンをいただいております。はい、子供がちょっと1本だけウインナーを残したので、ちょっと残ってるご飯とともにいただきたいと思います。ご飯もね、1膳分ないんです、これ。びっくりでしょ、なんていう子供たち。バーバが食後のデザートにイチゴを用意してくれました。一人2個ずつ。もう食うのかい？じゃあいただきます。いただきます。じゃーん、ちょっと近すぎてピントが、お、動かすな。これぐらいか、うまそうだね。はい、食事終わって家に帰ってきました。で、途中ね、昼はちょっと子供たちを遊ばせるために何度か行ってるトランポリンの、なんていうかな、アスレチック的なところに遊びに行ってきて、食事はね、スシローさんでみんなで食べてきました。びっくりするぐらいの量食べてきた。ということで、帰りにケーキを買ってきたんですが、今日は娘と姪っ子が3月頭に誕生日なので、誕生日ケーキをこんな感じでね、用意しました。それではね、ちょっと食べてすぐなので、お腹減らすために先にお風呂入らしてから誕生日会やりたいと思います。娘と姪っ子がバーバーに買ってもらった、なんかすごいバービーちゃんのあの家、これバービーちゃん、ちょっと動かしすぎてピント合わないよ。あ、なんか取れた、串、串、ちょっと動かしすぎたって。家がこんなにでかいやん。ほんと、うん、でかいね。バービーちゃんがでかいもんな。え、でかい、うん、ちょっと動かしすぎだって、うん、まあ、というわけでこんな感じで大風呂敷が広がっています。片付け大変だな。はい、まずは大人用のケーキ、ちょっとホールケーキが小さかったので足りない分普通のケーキ買ってきました。いちごがすごいね。はい、オープン。じゃーん、おー、バースデーケーキ。何これ、クマ？母ちゃん、これクマ？何これ、猫、猫、猫には見えねえぞ、猫には見えねえぞ。これ周りのさ、フルーツがたてがみと考えるとライオンにしか見えんのだけど、え誰もわからない、なんだそれはい、それではろうそくお願いします。早く刺して、あんまりクリームがかからないところ、こういうところ、
早く早く。ねえ、お兄ちゃんじゃらないの。早く。ああ、ゆいかが今から刺します。イエーイ。はい、オッケー。おじちゃん火つけて。はい、着火。まだ早いよ。バースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア花ちゃん、ハッピーバースデートゥーユー。はい、二人で消して。二人で消して、二人で消して。花こっちおいで。タケ、どういたって。まだだよ、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 まだだよ。はい、せーの。あ、はい、消えました。おめでとう。どのぐらいに生きるの。もう当分にずっと着ていけばいいじゃないの。はい、ライオンが崩されていきます。顔がぶった切られる。うるさい、切らんと食えんぞ。あそれでは8歳と9歳の誕生日おめでとう。はい、ケーキいただきます。はい、誕生日会も終わりました。ところで今ね、お塚日さんからお借りしているこのね、今撮っている 18mm のレンズなんですが、初日というか初回以外、このねキャノンのチャーリーさんからいただいた 40mm のカメラじゃない、レンズとカメラ、どうも言い間違えるな。とりあえずね、こいつもねまだ全然使ってないので、このね 18mm と 35mm のレンズばっかり使ってても面白くないので、ちょっとねこいつでも試しにね撮ってみたいと思います。こいつもねちゃんとオートフォーカスついてるので、今の 40mm と、じゃあ 40mm じゃない、これは 40mm ね、今 18mm で最望遠がこれ 35mm、 こんな感じね。で 35mm でこんな感じですが、こっからねまだ 5mm 伸びるということで、この 40mm にちょっとね切り替えて撮ってみたいと思います。 35mm でもしっかり映るね。じゃあちょっと切り替えてみましょう。はい、今ね 40mm に切り替えてみました。全然 40mm でも手の届く範囲のものであれば、結構ね今僕がねカメラを目の前に置いて、こんな感じで腕がねほぼほぼ届く距離、これがさっきねだいたいこの今撮ってるねキャノンの 40mm のレンズが置いてあったぐらいの距離ですが、物撮りでも結構使えそうですよね。ただ毎朝の食事とかね、あの辺の感じで撮ろうと思うとちょっと難しいかなとは思うんですが、商品紹介ね、たまにいただいて撮るときとかね、まあ自分で購入してレビューするときとかね、そういうときでも結構この40mm のレンズはいけるんじゃないかな。チャーリーさんはね、結構写真じゃないと使わないかななんてことを言われてましたが、全然そんなことはないですね。まあ、Vlog で本当に拙者してね、ご飯いただきますみたいなね、感じで撮るときは結構まあ画角的に厳しいなっていうのはありますが、まあ全然いけるんじゃないでしょうかね。こういう感じで皆さん見てどうでしょうかね。これだいたい直径どうだ、10センチあるかないかぐらいのものなんですが、こっちがねちょうど EF マウントのキャップですね。こんな感じでこうレンズにつく感じ。オートフォーカスも結構早いんじゃないかな。で、何よりこのレンズがいいのがコンパクトっていうことですね。
まあそんな感じでちょっと18-35のレンズと 40mm のレンズ単焦点、これとねちょっと画角比較してみました。まあいろいろね新しいレンズ新しいカメラでやってて、いろんなことやっていくとわけわかんなくなるので、とりあえず今日はねこの画角の違いと、まあレッドで撮った朝ごはんと娘めいっ子の誕生日風景撮ってみました。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。And I start to clap, 'cause I'm feeling